どうも、くまです。今回は、サウスランドボックス前回に引き続き開けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、前回は1万ユーロまで切ったんですが、なんとかイベントの消化等で、報酬がもらえまして、13万9000まで、戻ることができました。なので、今回はこの13万、いや10万を使って回していきたいと思います。でも副隊員とロノ隊員はそれぞれもう当ててしまってるので、まあ私はここでね当てていきたいなと思ってます。さあ、まずはいらないものから当たっていく。で、今日は副隊員もロノさんもいません。まああの2人がいるとね煽られるんで、今回は一人でやっていこうと思います。スイカヘルメットが溜まってくね。グレートか。エクセレントならず。はいはいはい。いや、もう当てよ。きっちり当てよ。まあ、狙いは FG か。まあ、なんでもいいか。なんでもいいや。まあ、FG が来てくれると嬉しいな。さあ、またグレート。いや、もうこれ何万使えば当たるんだろうな。前回9万使ってるんで。まあ、なんとか今回の10万使いで当てたいっすね。またドルフィン。よしよし、やっと来たー。いや、いらねー、いらねー。なんだよサバって。さあ、もう一回やろう。サバかー。いや、つらい。マジでつらい。いや、もうこれサバは装備しよう。もうメインウェポンとして構えよう。いやー、辛いねー。さあ、当たらないぞ。3番残しでね、今回はちょっと他のイベント今回あんまり消化してないんで、できれば3万残ししたいんだけどな。いや、当たらないね。いや、サバか。サバはつらいよ。クールペンギン、やばい、つらくなってきた。いや、せめてね、なんか物じゃなくてユーロが欲しいよね。来い。せめて物ならなんかクロスエアとかさ、ラウンドミッション教本とかさ、使えるものがいいな。こんなの使えないんだよな。サバかー。マジかー。唯一ね、サバは欲しいとは言ってないんですけどね。スイカ爆弾。いや、辛いねー。ま、ジェラートもなんか投げにくいんだよね、心なしか。やばい。マジ。サバで終わるこれ。来い。いやー。なんでやー。ジェラート投げにくいんだよ。ペンギン。もうこのペンギンはもう絶対使わないっすね。使いどころがないっすね。もうサバがいるんで。そういう意味では。いや、辛いなー。
うわあ、やばい、やばい、もう5万になってる。さあ行こう。あ、固まった。これはもうやるなってことか。いや、やるで。それでもやるんや。くぅ。くぅ。さあ、これで持ち玉が、あと3回っすね。あと3回。来い。ぬー。マジ？サバで終わる。ねえ。ラスト1回。ラスト1回は思い出の右端でいきましょう。はい。というわけで、現在合計19万使ってますが、サバが当たりました。まあね、当たらないよりは良かったですけど、まあ武器が欲しかったなというのが本音です。それではご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。